数学におけるヒアルキメデス順序体は、アルキメデスの性質を満たさない、順序体を言う。例えば、レビチビタ体、超実数体、超現実数体、電体、および、実係数有利関数体に適当な順序を入れたもの、などは、ヒアルキメデス体である。アルキメデスの性質は、有利数体や実数体などのある、種の順序体が満足する性質で、任意の二元が、 各々の整数倍の中に収まることを述べるものである。考えている体がこの性質をのもとない二つの性の、数、x、y を含むならば、x、y は無限小、例より大きいが、任意の整数を分母に持つ、単位分数よりも小さい元、でなければならない。それゆえ、アルキメデス性の否定は無限小の存在と等価である。超実体、 実数体を部分体として含むヒアルキメデス順序体は超順解析の数学的基礎付けを提供するものとして利用できる。マックスデーンはヒアルキメデス順序体の例である伝体を用いて平行線工順が成り立たないがそれにもかかわらず三角形の内角の和がパイに等しいヒユークリット期間の構成を行った実数体上の有利関数体は でない完備な順序体の構成に利用できる。の完備化は、上の形式ローラン級数体、として記述できる。しばしば、上限性質を満足するという意味で、完備ということもあるが、その意味で完備な日歩き目です順序体は存在しない。完備というこのこの二つの意味の間にある微妙な違いは時折誤解の元となるので注意が必要である。ありがとうございます。